カビニデタ・デオゲネス。デオゲネスはギリシャの哲学者で、鋭い皮肉なことを言うのが上手な人でした。デオゲネスが旅に出て歩いて行きますと、川の岸に着きました。川の水は満々と溢れそうです。デオゲネスは旗と困って、川に立ったまま途方に暮れていました。この川のそばに住んでいて、旅人たちを助けて川を渡らせるのを仕事にしている男がいました。デオゲネスが困っているのを見たこの男はそばへ寄ってきて、デオゲネスを自分の肩に乗せました。そして向こう岸まで親切に運んでくれたのです。無事に川を渡ることができたデオゲネスは、親切な男にお礼をしたいと思いましたが、とても貧乏なので、お礼ができません。